アメリカ・ロサンゼルス。ここにエイリアンに襲われた過去を持つという女性がいる。ミシェルさん、24歳。彼女がエイリアンに襲われたというのは18年前。その一部始終を収めたビデオテープはあまりに衝撃的な内容のためか、これまで固く封印されてきた。しかし昨年、ようやくその公開が許されたのだ。はい、私の6歳の誕生日でした。あまりの恐怖体験だったので、いまだに眠れない夜もあるんです。いまだに頭にこびりついて離れない、その悪夢の事件の一部始終とは。あまりの恐怖で17年間も封印されていた VTR、 このテープを我々のもとへ発送しようとしたアメリカのエージェントは謎のひき逃げ事件に遭遇。何者かが映像公開を阻止しようとしたのであろうか。それでは、奇跡的に命を取り留めたエージェントが送ってきたいわくつきのエイリアン映像をじっくりとご覧いただこう。娘のバースデーパーティーから全ては始まった。この幸福な家族に一体何が起こるのか。この後停電になり、そして恐怖の時間が始まる。男性3人は停電を直すため裏庭へ。切れていたブレーカーを戻し、作業はすぐに終わった。この時、最初の事件が起きた。パーティーの続きをしようと家へ戻ろうとした、その時。彼らは上空からの謎の光に包まれた。一体あのオレンジ色の光の正体は何だったのか。第一接近、エイリアンとの遭遇。この光る巨大な物体は一体何なのか。確かにそこには宇宙船らしきものが。その時、これはエイリアンなのであろうか。さらに画面下から3体目のエイリアンが。エイリアンがカメラに気づいた。
3人の男たちは急いで家族のいる家へと逃げ帰った。第二接近、パニック。恐怖はすでに窓のすぐ外まで迫っていた。第三接近、エイリアンとの戦い。Erica, stopped above you. You got it. I think you got it. 第四接近、エイリアン撃たれる。エイリアンを仕留めたかどうか確かめに外へ出る。すると、これが撃たれたエイリアンの姿なのか。この後、男たちの取った行動は。このエイリアンは生きているのか、それとも。頭部を撃たれたのだろうか。大きな傷跡が残っている。寝室に運んだがピクリとも動かない。第五接近、エイリアンの逆襲。エイリアンは本当に死んだのか。その様子を伺いに先ほどの寝室へ戻ってみる。すると、なんとエイリアンが消えていたのだ。家族はエイリアンたちの逆襲を恐れ、全員家の奥へ避難した。そして10分後、カメラは決定的瞬間を捉えていた。なんとエイリアンたちが。そしてカメラの存在に気づいた。ここで映像は終わっている。